続きはコツです。弓矢あと何本ってどこに出てんだろうね。これ右の上の2なのかな。あ、止まった。ここそこでも止まんの。引き続きよろしく。そのはコツ動画面白かったっす。ありがとうございます。こんにちは、動画面白かったっす。ありがとうございます。意外な意見でありがたい。あー、お前そんな止まるときはランダムかい。動いてる間に撃っちゃうか。ちょっと待って、向こう行っちゃった。なんかルート変わった。次の動画は何のハードですか。多分またプレステですね。あ、もうちょいもうちょいだよ。あ、わかった。そうだ、ここはあれだ、はしご登ってきたとやつを殺すやつ。これでいいんだよ。これをずっと続ければいい。ここには弓もあるからな。4つね、ありがたい。向こうどうやって行くんだろう。で、いい感じの場所からちょっと遠いな。いや待って、そんなもんか。店で手に取ってさっと戻したものばっかりだったので内容見れて助かりました。マジか。わら、身を張ってどうですか。おほ、面白い、超面白い。くっそ面白いな。俺こういうゲーム初めてハマったもん。お前からかな。やべえ、全然変なあったんだけど。今日におう、今日におう。よし、分かった。斧に持ち替えよう。斧これかな。で、あいつが来るのが遠い。敵いると仲間引き連れちゃう危険あるので注意です。あれ、なんかギュンって、なんの音これ。これ買う予定です。お稲荷ターン。うん、あ、来た。余裕。あ、降りない。降りないよ。びっくりしちゃったよ。構え上にしてねえと思いながら、お願いって思いながら振っちゃったよ。そしたらちゃんとなってた。冗談の構えになってた。こうやって一匹ずつ殺せば余裕。遠いね。こんな遠かったかな。あ、そうだ、昨日はもっとでかい画面で遊んだよ。一人ででかい画面で遊んだ。やばい、これさ、弓矢がないよ。想像してたより面白かったにょう。面白かった、面白いね。あ、ズームできるのご存知ですか。ズームできてるじゃん。おい、ちょっと放送ちゃんと見ろよ。え、マジでこれ以上のズームがあるの。ニオーって何者なの。これ以上のズームがあるのか。あ、死んだ。このラグが憎い。よし、すまん。タグにニオウマサハル。ニオウだからプリって言うとこうか。弓あと1本じゃねこれ。俺ってことはもうやばいんじゃないのこれ。撃ちすぎだなあいつに。あいつ撃っちゃいけなかったんだな、きっと。当たった、死んじゃったの。あ、そう、弓は切れた。ここ切れちゃうときついんだよな。石か、あ、そういう時の石だ、あったー。俺分かってた、石だった。こういう時に石をいっぱい持ってると思う。こんだけありゃ勝てる。ゴルゴ13なに。そう、違う、弓矢でめっちゃうめえんだよこれってさ。そっち行けんの。あ、あ、あ、はしごあんじゃん。へぇ、なんか向こうにあるなと思ってたんだよ。ちょっと待ってね、いるんだよね、そこら辺。これどうやったらロックオンできるんだ。ちょっとお前たちがロックオンする方法を知りたいんだよ。下で投げちゃおう。あ、あー、あ、来た、石ドン。ダメじゃねえか。あれ、どこからじゃあ石を投げればいい。ここからじゃ無理っぽいよ。あ、いけるか。
っからか。いた、いけ。はい、なんか何を切ってんの。あ、そっちから来ちゃうか。あ、いや、来る来る、オッケー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 。そうそう、それを待ってた。構えは冗談になっている。あ、お前なんか違うのが早い、いち早く来ちゃった。いや、スタミナがねえ。これはどこに逃げるか。あ、あ、あ、落下し初だわ。丸押したけど間に合わなかった。今どっから来たんだ。あ、はしごを下ろしたから来ちゃったのか。やべやべ。ってことはもうあのルート使えなくなるの。はしごルート。嘘でしょ。ここは C も一緒に来る。いや、あそこね、はしごあっち下ろせなかったらいけたよ、多分。うわー、マジか。昨日あれであの一箇所のはしごからしか来ない状態にして、ずっとあそこで待ってればあれだけで勝てた。おい、じゃあ落ちたよ。ちょっと待って、ダメージがすごい。ダメージが著しいよ。やっちゃったな。あそこ出しちゃいけないんだ。そうね。あ、弓矢集めだな。もうこうなったら。これで勝てる？あ、まだだ。おめえどんだけ強いんだよ。あ、まだ生きてんのお前。お前おかしいって。強いよ。強すぎだわ。暗い。あ、やっぱりダメか。いや、落ちた。そうね、爆弾はまあ燃えるもんね。あのさ、鬼系って何が弱点なの。風とか土とかあるけど。てか正直この右上のマップが何なのかが全くわからないんだけど、このあの光ってる点がさ、周囲を回ってる光ってる点が目的地なのかな、これ。全くわかんないんだよ。役に立つ気がしないんだよ。特に機能してないね、右上。なんかわかんないよね。自分もやからないです。わかんないよね、あれ。でもなんか方向的には多分目的地っぽいんだよね。なんだかわかんないよね、これ。あー、気力回復大事。危ない、なんか忘れてる。石じゃね？違う、なんだ今の。なんか小瓶だった。バレちゃったか。バレちゃうとめんどくさいね。痛えな。お前すごい弓は持ってるよ。あ、ロックオンしてね。そっちじゃないロックオンが。しっかしやっちゃったよ。部活だぞ。お前じゃない方がいいか。ガードすんの？やべ、ああ、回復してね。気力回復やってね。やべ。お前かな、最初は。弓矢がやっぱ、おい、嘘でしょ。せめて、せめて。そうね、ああ。回復よく見て。いや。弱点が分かんないんだよね。なんか魔物に効く属性の武器とかあるけど、あれが一体何なのかがよく分かんない。風とか土とか使ってみたら分かんのかな。はい、いらっしゃい。あ、弓矢だけ集めっか。頑張って。ライフやばい、ライフやばい。ただ次につなげるために今は使いたくない感じ。ああ、よかった。あ、生きてる。わかんねえんだよな、これ意外と。こいつはこのはしごから登ってくるのかな？ってことは。おい。ライフやばいけど、このまま行くよ。なんでかって。もったいないから。今だけ武器も3つ持ちたよ。
回復祈れば補給っぽいです。回復祈れば補給。プレステクスゲイファイナルすごく面白かったです。あラグランシャツいらっしゃい、ありがとうございます。なんか今回すごいみんな行っていただけてありがたい。あそこにいた上の構えになって、回復アイテム、回復アイテムを祈ると回復する。え、回復アイテム祈れば補給。あ嘘、あーじゃあ別に5個以上は、あれ3個じゃなかった、多分補給って3個ぐらいじゃない、なんかフル。じゃあ別に使えと、どうせじゃあ武器だけか関係あんの。じゃあ別に大事に取っとくもんでもない。あとさ後ろになんかいるんだよね、裏。あなんだなんだ、あいた、あいつ何なんだ。生きてんの？ああ、こいつなんか持って、いや石、なんかこううろうろしてるやつが一人だけ、あいた、あお前か、お前別人かい、危なかった、こいつなんか持ってんのかな、あ調べ、ああ、お守りだ、赤ちゃん泣いちゃった、バレちゃった。お守りがあった、なんか差があるけど、自分は回復アイテムガンガン使ってました。対価、さらに欲しい時にいらない装備奉納して、そうね、それでいいみたいね。結局はだからゼロになっても回復するしね。で奉納はもうボス戦前で奉納しまくりで貢ぎまくりで、あ いらっしゃい。今日はじゃあ家を出すか、仕方ない。家を解禁、奉納しまくり、奉納も貢ぎまくりで、貢ぎまくりで、あ開いてる、あこれショートカットだったのかな、ってことはここ開けなかったらどうしてたの俺、あれなんかいなかったっけ、ここやばくね、ここ、あここショートカットか。まさか、あとは回復アイテムドロップ率上がる様にしたり、おお今日一泊しておこう。お金って何のためになってんのこれ。あ、に川だ、に川勢が来た。はあ、あもう一匹、あいたいた、ちょっと待って、ちょっと待って、倒しておきたかったな。もう一匹いるし、ああお前呪い系の人だ。回復ドーン、いっぱいあるね。あこれ以上持てねえとか言われてね、石かい、石はさすがに。ここどこだっけ、あー上、結構ショートカットじゃねこれ。あれここどこ、あれどこだこれ、なんだここ、なんで登れんのこれ。ここから屋根の上にドーンで、あれ？あ、全然ショートカットではない。いや、ごめん、ショートカットじゃない。ショートカットを作るためには、ショートカットだけど、もういいよ。やべ、俺弓矢持ってなくね？なんでだ？あ、あそこで使っちゃったから。なんか全然もらえなかった。あった、あこ、あちょ落ちる、まあ、やばい、ここ強えんだよ、ここ強え、でも箱あんだよな、あの箱気になるんだよ。あーこれ武器が違う、これ武器違う、武器と構えが違う。ここにでもショートカットが確かあったはずだ。いや無理だ、そう無理、気力がないよ、その代わり斧勢は、斧の人、あーよし間に合った、痛いし、すげえ痛いし、疲れてるし、やべ増えた、これは無理だ、くぅ気力がない。ちょっとロックオン、確かここに、これはやばい、あー登れないんだよこれが、
これが登れねえんだ。まあこれ簡単に逃げないだら面白くねえからな。いたたたたた。ケツ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 。いやちょっと迷ったな。あのショートカットじゃない。ここじゃねえ。使うべきはここじゃない。4になってんのか。4ってことは3以上だと減らないのかな。切ない。そうだね。まあそこは赤いでもしょうがない。めんどくせえな。武器が若干なんかお気に入り登録とかできれば楽なのにね。お気に入り登録タッチパッドとかでなんかできないもんかね。あ、なんで刀に持ち替えた挙句これだよ。気力か。じゃあ斧持ってる人は気力を削れば意外と有利かも。あと気を抜いてる人を背中からやれば一撃なの。あ、間違えた。構えが違う。構えが違うよ。だからあ、疲れる疲れる。そうだ、刀試してみよう。ちょっと待って、武器が切り替わんのだから。ん？ん？ダメだ。最近のゲームはその辺が説明書ないからよくわからずに後から気がつく系多数。ほう。あ、死んじゃったよ。ああ、じゃあ冗談の構えだから蹴り出ねえのか。そもそも。つかこれ光でどれぐらいレアかがわかるのか。あ、鎧来たね。こいつ結構いいもん持ってるっぽいもん。と思ったけどそうでもねえのね。耐久減ってきたな。耐久って確か100回復だよね。確かにわかでは。ニカウさん、ちょっとどれ。これか。あ、50% か。はーん、ほんほんほん。説明書あっても結局読まないから後から気づくぜ。だよ、このクソゲー。もう、とりあえず説明書読むか。説明書はコツです。なんだこのシステム。説明書を見させていただきましたが、はい、やっぱりネッサは他と比べても異色でしたね。ネッサはやっぱね、面白いからね。普通に。ネッサ面白いから。あと曲がいいからな。サントラプレミア化してるから。だってフルオーケストラでやっちゃってるからさ、金あっちゃって。やべえ、あいつにはバレんのか。あー、ちょっと待って。構えがない。俺落ちちゃう。落ちないんだねこれ。あ、やべえ、回復失敗した。ロックオン楽でいいな、ほんとこれ。あ、回復ができてない。あと斧だとさ、弾きってないのかな。死んだかな。死んでる。紙の説明書だったらトイレで読むんだけどな。ベジータが主役で塩沢兼人も出てるってだけでも価値がある、うん、そうね。で、主人公といい感じになりそうな女の子がその塩沢兼人の妹っていうさ、世間狭えなみたいな、たまらん感じがいいよね。ちょっといがみ合ってる。ああ強い弓矢来た。属性はないが人間からアデム出現。あらー、へー。あー、でもこれって弓って耐久ないんだね。でもやっぱ強い、純粋に強いやついっておくか。ドロップ率とかぶって装備出現か。あー、なるほど。あー、いいね。意外とアイテム出現ってことは弓矢が多めに、多めってことはないのか。出現率だから。あー、難しいな。これ一撃で殺せるからこれはこれでいいや。ってことはだ、なんかちょっと分かった。これ弓矢って距離ないのかな。自分のプレイスタイルなんですが、中段の横投げで引っ掛けてから上段に切り替えて攻撃って感じでやってます。なんてかっこいい戦い方してんの。ロックオンできれば石が届くっぽいかな。ああ。ロックオンできねえかな、あいつ。できた。石ドン。よし、来い。で、この穴から上がってくるから。
冗談になってるね。はい、あ、やべ、あ、回復、回復が回復が間違った。ちょっと遅れても許してくれる。でさ、ここってこれじゃなくても勝てっかな。慎重になりすぎる、悪いとこはこれだ。あ、あ、あ、さっき死んだ時のやつか、忘れていたよ。高能品が増える。なあ。鬼戦の時、鬼の気力切れたら即上段切り替えが結構いい感じだったので、このスタイルになりました。面白いね。このゲームはそういう構えを変えるというのがかなり攻略の鍵になりそうだな。あ、そうだ。そう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 。弓をね、2本しかないんかい。2本か、辛いな。弓をもっと増やしたい。弓が枯渇するとか、弓があったらまあ楽だからな。弓が3本、あそこに確か何本かあるから。こいつ一撃で殺せねえからな。斧とかの方がいいのかな。これ落下攻撃ってスタミナ減らないのね。あ、石持てね。もうないね。刀の中段が防御と回避に優れてるので結構使えます。なるほど。これはなに、庭か三河ね。石を遠いし、こいつだよ問題は。よ、はい、おい、回復、避けていく、後ろから。見分かって呼んじゃう。あー、倒した倒したよ。ノーダメで倒したよ。とか回復していいんだよ。回復縛ってるわけじゃないよ。三河ってさあ、なんかい松屋にとは違うんだね。なんかイメージの中にあるあれとは違うんだよ。刀で行くかな。これお気に入りとかできそうだけどね。どうしよう。やべ、なんか穴ね、穴ね。ああ、構えを変えよう。ちょっとこのアンジュレーションが邪魔だな。こいつは連続こ、おい、弾くか。じゃあ、はい、スタミナが切れた。え、いけ、ど、え、どこ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 、前どこにいんだそれ。あれ、え、え、なんだこれ。これって落下ダメージ無理だよね、きっと。あ、降りた。どっから来んのお前。え、ああ、そこか。ああそっか、そこか。死んだかな。生きてんのかい。元気っていうかやる気ありすぎだろ。そんなにやんなくていいんだよ。そんなに頑張んなくていい。ここはこれでいいな。弓はもったいねえ。はあ、危ない。出た。おい、忘れてた。あいつの存在。そうか、あいつは弓矢をくれる人じゃなくて倒さなきゃいけないんだ。ロックオンしたいけど、あ、ロックオンしなくていいんだ。これ手前に当たるときあるから危ねえ。500、
あ、向こうの階段はしごを下ろしちゃったのは本当失敗かもしれんな。分からんけど、どっから来たんだ弓2って。ドロップやっぱなんかちょっとあれなのかな。この人たちどうしよう。強い。どっから来るか。あべあべバカ構え返すと。うわ、どっちから来る、どっちから来る。なんか切ってる。あ、耕し中か。で、そっちから来るのね。オッケーオッケー。で、いつ来るか。来た。もうちょっと、そうね。やっぱ、うん？怖いな。弓矢の人は無理だな、あれ。あの人はやるべきじゃない。こいつはおびき寄せるだけでいいから。とりあえず、できればヘッドショット。ああ。柔らかかった。びっくりした。弓矢撃たれたかと思った。いた。ああ、撃てるかな、これ。こっちの方がいいな。手前当たりそうな。あら。上の方が撃ちやすい。あと一本じゃない俺。ああ、やっぱあらすじって、構えの絵の上って、やっぱそうなんだね。どうしよっかなー。よし。このフレーム数がちょっと低いのが面白いんだよ。弓矢の人わからん。で、はしごを登ってくるのが見えれば。来たな。やばい。はい、縦振りは危険だよ。弓矢切れで、なんか上から降りろって言ってる人がいたんだよな。その前に石を。よし、他のやつは来ない。できればロックオンしたいが。来た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 。勝ったかな。すげえ大ダメージだったな。2000いったな。で、下にいる人が、あと2人いるから、なんとなく分かっ、この横の家もダメだな。横の家も。ちょっと、3人いるな。3人はさすがに無理だな。ブチギレ使っちゃえばいけるけど、一人どっから来たんだあれ。さっきここから行けたよね。さっきこれだ。あ、時間だ。どっから来た。なんか変な、あ、ええ、なんか言ってる。どっから、やばい。あ、一人。周囲の敵は一掃できるぞ。あー、なんか危ねえ。あーでも二人とも同じとこから来てたね。二人同時にあの端っこから来てるだけか。ボタン同時押しで旋風脚。それあれか、ファイナルファイトじゃない。ファイナルファイト系のやつじゃない。まあ、まだ今集めてる時期だからいいけど、そろそろ